講師はこの貧困問題をテーマにドキュメンタリー映画を制作した監督の男性が務めました。特別講義は今日柏市にある麗澤大学で行われ、オーストラリア出身で現在日本で暮らす映画監督のライオン・マカボイさんが講師として招かれました。講義は日本のシングルマザーの貧困問題をテーマにして、マカボイさんが制作した映画を上映した後、学生らと討論を行うというものです。およそ1時間にわたる映画の中では、日本のシングルマザーが子育てなどの事情で正規雇用につけず貧困に陥っている現状や、その状況を打ち明けられない日本人の国民性などが取り上げられていました。その後の討論会で学生たちからは、外国人の目線で日本の問題が提示されていて新しい発見だったなどといった意見が聞かれました。マカボイさんは学生たちに対し、日本の貧困は隠れた貧困、人の SOS に気づけるように考えてほしいと話しました。貧困っていうと海外の、発展途上国の問題じゃないかなっていうふうにやっぱり捉えてたんですけど、この映画を見て本当にまさに隣に住んでいる人がそうかもしれない、自分が将来そうなるかもしれないっていう、こう現状が日本にもまだまだ潜んでいるんだなということを知りました。物価高騰などで